備が遅いんだよ。いやそれにしてもまさか斉藤のおじいちゃんが亡くなるなんてな。私たち夫婦が引っ越してた時も斉藤のおじいちゃんのおかげでこの町に馴染めたのよね。そうな、まあ近隣住民と親族だけの小さな式だけど、私たちがしっかり見送ってあげよう。そうね。お前の携帯じゃねえか。え、もうだから電源切っとけって言っただろ。何やってんだ。おい、なんか変な音するぞ。おい、すいません、今消させましたね。すいません、すいません。まだ見つかんないのか。どこやったのかしら。もう頼むから早く消してくれ。おい、なんか盛り上がってきた。アウトアウト。何なんだ今。絶対組織でなっちゃいけない音だ。もうとにかく電源切って。あ、起きた。あ、すいません、今電源切らせますんで。ちょっとメールが。何なんだその電話。DJ 乗り移ってんのか。私最近クラブに行ったんだけど、そこで会った DJ にこの音作ってもらったのよ。いや、何なんだその話。40過ぎてから DJ と仲良くなんだ。すいません、奥さんフロアを騒がしてしまって。そう以上クラブで売るんじゃない。いや、見立ててないです。本当にすみません。いいから電源切りなさい。何やってるんだ。ごめんなさい。説教とかお証拠行くぞ。私じゃないわよ。本当か。ちゃんと電源入ったわ。そうか。だとしたら一体誰なんだ。おい、ババアこれ。おい。私が確認してくるんだ。先やってください。ちょっと、あれ、これなんだお前。お前携帯これ2台持ちだったのか。これなんだ、こっちどうやって使うのこれ。おい、涼子よ。涼子、なんでこんなに何やってるか。ちょっと一回やめなさい。もう調べてないんだ。涼子、もうこの町にいられなくなっちゃうから。涼子、You've got mail. 本当に助けようか、俺な。もう今日こんな感じだよ。ちょっといい加減、いい加減、ちょっと助けが。なんでお坊さん挑発してんだ。ちょっとやめてくれ、お坊さん挑発すんだ。お坊さん乗ってきちゃってる。顔上げられないな。